ファミコンソフト大全集。どうもタブヤンです。ファミコンウォーズ、ついにこの日がやってきました。おさらいしましょう。空豆島21日、ドーナツ島、おにぎり島、そして下ネタたまたま島、まがたま島、羽衣島37日苦戦した、鬼面半島32日、ベケ島33日、アララ山脈30日、チリジリ川29日、だいたい平均30日ぐらいなんだね。ノアカ残島18日、月の輪島大苦戦38日、ハマキ島36日、そして前回クリアしたサイコロ島なんとか25日、そして今回プレイする双子島最終戦なのか。行きましょう。さあ設定、アニメーション IQ200、 行きましょう。マップをまず確認しましょう。地上部隊と飛行機部隊、で、まあ、ノーマルだね。でこの橋があるんだね。なるほど。この橋をいかにね制圧して敵陣地に乗り込むかっていうことだよな。こっち上の方が町が4つあるのか。あ、ただこっち橋2つ、あ、なんかブルーの本陣の前は橋1つだけ。なるほど。下から攻める感じなのかな。状況を見てみましょう。あ、収入ブルーの方が多い。なんか初めてですねこういうの。ハンデ戦ハンデ戦みたいな感じなのか。まずは互角に持ち込んでいかないといけないのかな。まずはこの2つの橋を死守することですね。これはそんな感じか。よし行こうか。どうする、戦略。進んでいく道中に町がいっぱいあるよね。で上と下に町ある。やっぱ自分の町をまず取ることかな、これはね。この辺りに自走砲とか置けたら十分戦っていけるような気がするね。ただ橋の近くに町がないんで、ここか。上と下バランスよくいった方がいいのかな。この4つの町をね取って、この辺りを占領すれば結構いい戦いになるんじゃないかな。上と下がだいぶ近いんでね、これはあんまり戦略の立てようがないというか。歩兵1体2体、いきなり走行輸送車で一気に行くかな。ねえ、そうしよう。勝負に出た。あ、走行輸送車に乗せるのは戦闘工兵がいいんだけどな。ちょっと予算上無理みたいだね。歩兵で行こう。こんな感じで。さあかかってこい。そしてファミコンウォーズ B 面雑談タイム。まあ、すぐ回ってくるんだけどね、ここ。ちょっと雑談の前に、まあ、最初のボタンぐらいは、喋る暇ない。戦略をちょっと考えつつ、いきたいと思います。2016年、現在2月。
今日はなんかあったかい日なんだよね。両サイドにまず散らばってと。でね、どうしようかな。下から行くか。いや、まずは上から行こうか。1,2,3 ここだよね。まずは上から。で、どうしよう。もう一つぐらい歩兵作っていった方がいいと思うんだよね。歩兵と、こっちも下も歩兵。それで、走行輸送車こっちで作った方がよかったんだよな。ここで作り方間違ったね。ちょっとその微妙なね、あの一歩が勝敗をね左右する場合もあるんでね。戦闘後編作れるな。よし、これでいこう。こんな感じで。あ、敵も走行輸送車と輸送ヘリ。あ、そうか、ハンデ戦だからね。お金に差があるんだもんな。望むところだ。おっと、まあ、彼たちは移動で手間取ってたりすると手間取ってたりするからね。 IQ200 って本当はもっとすごいと思うんだけどね大したことないんだよね。ファミコン、スーパーファミコンぐらいになるとね、かなわないですけどね。ファミコンだらねやっつけられますよ。輸送ヘリ、比較的まともに戦っとるね。うわ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 、高級な走行輸送車とか輸送ヘリとかどんどん作ってくるな。これは戦車 B 作らないとね、相手のね、状況に応じて。状況を見てみましょうか。このハンデ戦ね、9000と1万5000ですからね。収入差があるな、これはね、あえて下ろさないでガンガン前まで行こうそういう作戦で行こう。さあ、やっと1個目に到達。でもう一人の歩兵も前に行くと。で、上と下バランスよくということなんだけども、あえてここは上に行こうか。まずは上を取るというね、意思表示ですよ。どうしよう、同じこと続けよっか。今度は下に行く用の走行輸送車作るか。戦車 B 作るか。相手の状況からしてそうだよね。戦車 B 作ろうか。相手そうするか。戦車 B でどうしよう。ここは惜しみなく真ん中突っ切るか。歩兵をね、2人、歩兵2人はね、真ん中突っ切ります。持ってこうユニットを作るというね、偉そうなこと言ってそうしよう。さあ、そろそろ時間あれかな。いや、もう一旦ぐらいあれかな。ちょっと真面目に考えようかな普段あのブルームーンの攻撃見てないから。あ、ちょっと暖房を切ってきますね。暖房を、ちょっと季節外れの暖かさがね、春一番にはまだ早いんだけどね、ヘリ、でもヘリが来たらね攻撃できないんだよな。
放射砲作るお金はないし、まあいったな。こっちもよそヘリで歩兵を移動させるか。でも地上部隊で十分なんだよね。歩兵、輸送ヘリを作るお金がもったいないよな。輸送ヘリいっぱい作るんだけど、そんなに攻撃力ないしね。異常なまでに装甲輸送車作ってるよ。これはもう戦車 B 作ろう。装甲輸送車に相性いいのは戦車 B ですからね。コストパフォーマンス的にもね。よし行くぞ。最終戦ぐらい、25日ぐらいで勝ちたいね。前へ前へ行くぞ。ちょっと邪魔になるからここでいいか。ガンガン前に行け。まだ殺さない狙うはここですよ。最前線に送り込もう。戦車が欲しいぐらいだね。戦車 B 様のお通りだい。この人はね、まっすぐ歩いていこう。徒歩で行こう。そんなもう乗り物贅沢ですよさて何作るかだね。いいかな。降車砲作ってもいいかもしれないね。あんなにヘリがいればね。でもまずは戦車 B かな。いやただちょっと前線に歩兵を急いで送り込むという意味では。戦闘工兵そして装甲輸送車。あとはどうだろうな。これ以上工兵作ってもな、貯金かな。貯金、さあ貯金始まりました。さあもうそろそろ雑談でいいかな。方針は決まったんでね。チェーン店の よく行くんですけどね、まあ、貧乏なんでね、幼物心ついた時から貧乏ですよ京都が本店のね、社長が銃殺されてまだね捜査中という、まあその辺はややこしいんですけど、餃子の王将というね、京都、私京都出身なんでね、大好きなんですけど、餃子の王将に行くんですけど、なんて言うんでしょう、隙間時間というか、まあ午後3時とかね、お昼と夜の間の時間に行くと、まあ、空いてるからいいんですけど、結構ね、待たされますね餃子とかもね、アルバイトとかした人は分かるんでしょうね。まとめて作ったりするとこうね、焼くタイミングがあるじゃないですか。なんでおすすめセット頼んでもね、おすすめセットっていうと餃子の王将でいうね、日帰りじゃない日替わり定食みたいなやつね。めっちゃ時間かかるんですよね。どうでもいい話、ちょっと話途中なんですけど、行きましょう。オチがないまま会話が終わるというね、ファミコンウォーズ
ブルームーン次第ですね、それは。あー、もう敵が見えてきた。あ、ここの町があるのか。もう占領しそうだな。来たな。下ろした方がいいのかな。下ろすか。あ、橋の上では下ろせないんだ。あー、これ本当はもう一歩前に行けたはずなんだよね。あの操作ミスでね。これは大きいな。しまった。これは作戦ミスですよ。ただ相手のね、その歩兵がここに降下してくるかもしれない。どうしようかな。失敗したな。わけわからんとこに下ろすか。そして後ろ、これ下ろさない。チャレンジャーですね。もう一個上に行こうかな。下なんか遠回りだよね。でも下行かないとちょっとまずいな。下も行かないとまずいな。下行こう。お、これ効率いいね。よし、占領してと。これはここ取ってから一緒か。歩兵が少ないからね、数が。効率よく占領してと。これで終わりか。早っ。何作ろう。戦車 B2 つかな。それとも、どんどん上に送り込もうかな。装甲輸送車、戦闘工兵でね。戦闘工兵、装甲輸送車、戦車 B と。下の方にね。贅沢ですね。これでいいか。さあ行け。餃子の王将の話どうでもよかったですね。あの東京に私住んでたことあるんですけど、なぜかね、9年ぐらい前かな、あの渋谷のスクランブル交差点の近くのね、渋谷駅前店がものすごく繁盛してまして、もっとね、15年ぐらい前に東京出張行った時に餃子の王将食べたらね、フランチャイズがまだちゃんとしてなかったのか、まずかったっすね。それがね、渋谷、8年前の渋谷駅前店はね、店長の人となりもあるんでしょうけど、すっごいなんか雰囲気も良くてね、元気でね、でめちゃくちゃ美味しかったですね。京都の本場のね、私京都市内の餃子の王将を回り回った私が言う、うまかったですね。うん、これでなんか全国のフランチャイズもね、多くなったんでしょうね。ちゃんとこうノウハウがね、伝授されて。京都の店よりも美味しかった気がするな。渋谷駅前店、今どうなってんのかな。もう5年ぐらい行ってないですね、東京。というオチのない話でした。あ、戦車 A 作ったのか。それはちょっとこれハンデ戦きついね、最後。さすが最後の面ですね。これこそやりがいがあるな。あんなにちょっと守備固められたら。きついね。
しかも戦車 B 戦車 A でしょ。これあの橋をね防御するので精一杯じゃない。で自走砲とかいっぱい連れていかないとね。これ長期戦になりそうだ。収入あと4000の差。この辺り占領したらね結構追いつくよね多分。よしちょうど。上下に分かれてね行きましょう。ヘリどこ行った？あ、こんなとこ来たの？中途半端だな。で、こいつがあいつをね、やっつけるためにこう急いで、あー届かない、届かない、あ、届かない、占領されちゃったね。しょうがないな、これは。ここで待機ですね。なんか一旦損したな。これきついな。あー、またここ橋で下ろせないでしょ。なんかヘリに攻撃される可能性あるんでね、嫌なんですよね。やっぱ中途半端だなしょうがないか。ここにするか。橋の上には下ろせない。なんかヘリ、輸送ヘリ作りたくなるけどね、我慢しましょう。お金節約というかね。何作ろう何作ろうかな。迷うな。自走砲かな。ヘリ対策はちょっと1個はやっておきたいな。でもまだ早いか。まだちょっと戦車 B 作るか。12000だからね。戦車 B2 個作ろう。よし、これでいこう。家の近くの話なんですけどね、よく行く百均があるんですけど、プリンターのね、某メーカーのプリンターのあのトナーがね100円均一で売ってたんですよ。これすごいなと思って、その100円均一もここまで来たかと。純正品だとね、Amazon で買うと2000円以上するその詰め替えトナーがね、あの自宅用の100均で売ってると。で型番もねたまたま覚えてて、そのちゃんと対応品ですって書いてあるんですよね。これはね、なんかなんだろう、よくわからんけども、これは買っとかないといけないだろうということでね、試しに一つ買って帰ったんですよね。で早速あの黒のねインクが切れたんで、やってみたんですけど、なんか商品レビューみたいになってますけどすごいね丁寧に説明書、あの開けますとね、そのトナーの、インク
がなんかポンプみたいなのに入って、プラスチックというかペットボトルみたいなあのに入ってるのと、あと100円でですよ、ちゃんとこう手が汚れないようにこう手袋、もちろん右手と左手をね片手だけじゃなくてね、ちゃんと折り曲げて入ってて、で説明書が入ってて、なんかそのシールみたいなのが入ってるんですよね。そのしかもあの型番別にね 2,3 枚入ってて、この型番だとこのシール使ってくださいね。でね、問題はねその後なんですよね。後ほどお話ししましょうさあ行くぞ、ファミコンウォーズ。どうなった、占領されちゃった。あ、1万7000対1万5000、やっぱここを取らないとダメだな。うう、来たな、ヘリが3機も来た参ったなこいつら。でもね、なんか途中にあれがないでしょ、あれっていうのはあの飛行場、こいつらガス欠で落ちるんじゃないのか。うわ、こんな近くまで戦車へ来たの、参ったな。これは占領できないように、これ攻撃しましょう。攻撃初対決、まずまず後ろにまだ引かれてるもんね、これ。あー、こっちは逆に攻撃されてるし、参ったな。しかし占領しに行こう、アグレッシブ。よし、届く。装甲輸送車が輸送した後の役割といえば、もう相手の歩兵を痛めつけるというね。橋守りましょうか、一人で戦車 B、 難しいな。これ以上の進軍はちょっと兵力不足ですね。戦車 A がいるからな、もうこうきついね。実装を連れていかないと倒せないね、戦車 A と。こっちは橋を占領しないとね、占領はできないんだけど、橋をね、戦車 B では物足りない感じになってきましたね。これで終わり？我が軍少ないな、なんかヘリか。ヘビやっつけるのは戦闘機 B ですね、やっぱりね。地層をどっちに向けて、やっぱ上かな、上下両方だね。よし、1個作ろう、地層砲。どうしよう、歩兵を護衛につけますか、歩兵捕獲。あ、やっぱ全部占領するとこっちの方が収入上なんだ。でも最初のね、収入が違うからな。そのね、プリンター開けますとね、ドリルも
しくは霧で、穴を開けてくださいと書いてあるんですよね。もうその時点で心が折れそうになりましたね。やっぱり100円なのかと、100円というのには意味があるんだなと、自分でなんかね、そのトナ、純正の黒インキが取れたトナーを、本体から外して、でさっきのシールをね、型番ごとのシール、これを、所定の場所に貼り付けてくださいと。でそのシールの真ん中にね、穴、ここを穴開けてくださいっていうチョコがあって、でそこを一生懸命穴開けてくださいと。あの電動ドリルがあるとすごく便利ですって書いてあるんですよね。そんな100均の買うときに外箱になんか書いてあるか、小さい字で書いてあるのかわからないですけど、それはわからなかったなと思ってね。でその2000円のトナーをケチるために電動ドリル買うのもね、電動ドリル持ってないですから、電動ドリルこれ何千円するか分かりませんけど、それを買ってトナー何個作ったらそのね元取れるのか分かりませんけど、で結局ね、なんか1時間ぐらい格闘したんですよね、穴開けるために。あの電動ドリルなかったんで、あのドライバーセットについてるなんかこう先がね、あのぐるぐるってなってるようなやつね、それで一生懸命こう1時間回したんですけど、全く穴は開かずね、でなぜかこう手は汚れるという。その付属の、 あの透明な手袋もね、なんかすぐ破れてしまってね、結局1時間経って諦めたという、オチでした。やっぱ2000円分のねトナー買わないといけないんだね。ちょっと高すぎますよね、原価が100円以下っていうことですよ、材料費が。これはもう日本の政府に言いたいね、これは、うん、もうちょっとね、スマホを安くしてくださるのと一緒にね、このプリンター、ま、印刷するなっていうことなんでしょうね、あんまりね。無駄遣いをするなと。ということで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次回も引き続きこの島の名前は忘れました。見てないんだよね、どこにもね、うん、ちょっと動画の最初の方を見て島の名前を思い出して次回続きやっていきたいと思います。それではまた、さよなら。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。